はい、白くまんです。グレイスフルエクスプロージョンかな？はい。やってみたいと思います。あ、横スクロールや、これ。スクロールシューティングですね、これね。うわぁ、なんか綺麗というか、なんというか。ああ、なるほど。反転できるわけね。なるほど。これしばらく弾打てなくなったらリロードして弾あれやね、補充するんですね。壁が変化してこの洞窟ループする構造になっているのか。なるほど。横スクロールシューティングのちょっと変わった感じのやつですね。綺麗ですね、なんかね。まあ一瞬、弾切れになると一瞬打てなくなっちゃうんですけどね。補充すれば、今打てないですよね。補充すれば元戻るわけですよね。リロードして。エナジーソードってこれか。 Y ボタンを押したらこういう攻撃もできるんや。あ、死んだ。敵倒した後になんかアイテムというかなんか取ってゲットするみたいな感じなのは弾幕シューティング的なね、仕様がありますね。
体力ないな。これ無限ループになってない？1の1が。さっきから同じところちょっと。あ、全員倒してクリアってことか。チュートリアルクリアということか。うん。1の2か。ダメージ食らった。ああ、弾が出なくなった。三葉鳥みたいですね、この青い敵。これね。先進んでいきながら、これあれか、無限ロープになってるのかな。全部倒すまでずっと無限ロープになってるのかな。倒さないと終わらないっていうかね、そんな感じがしますよね。なんかね、同じとこずっとループで回ってるって感じの。全部倒すまでね、多分そうかもしれないですね。これ青、緑、これ青か、青いやつは最低でも倒さんとはいかんのかな。うん、多分この緑のやつはいいけど、青いやつは全部倒さなあかんのかもしれんな。もう全部倒せなあかんのかな。青いやつも、青いやつか緑のやつも。うん、なるほど。レーザーみたいな。ペースクリア。ブースト、ジェット R。 あ、これか。一気に体力減らされるんですね、これ使ったら。あー、やられた。フェイズ2からってどういうこと？じゃんけん残り1機ってことやな。
あ、死んだ。最後の残機や。花粉症がね、やばいな。いやー、くらった。3回くらったら死ぬんですね、これ多分。ちょっと飽きてきたな。同じところずっと回ってるだけで。多分このミドルのやつも全部倒さなあかんのかな。じゃないと終わらないのかもしれない。無限ループでずっとね、これ続くのかもしれない。あ、これ何？あ、出てきた。クリアになったやん。何や。まだか。1の2はまだ終わんないのか。えらい長いな。ああ、当たってもた。まだあるんかい、おい。終わった。終わります。ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録とグッドボタン、ニコニコ動画よろしくお願いします。